はいどうもマノチです。よろしくお願いします。あなたは何系 YouTuber、 YouTuber 診断やっていきましょう。なんか俺は YouTuber なのかな、わかんないですけどYouTuber としてねやっていくよ。 YouTuber 診断スタート。この中で一番好きな国は日本、アメリカ、韓国、フランス。日本ですね。整形についてどう思う？やった方がいいと思う、やめた方がいいと思う、嘘つきがすることだと思う、化粧も整形みたいなものだ。あんまり気にしないけどね。別にやめた方がいいとも思わないし、嘘つきがすることだとも思わないけど、化粧も整形みたいなものだが近いかな。わざわざやれとも思わないしね。幸せな人生で、貧乏でもやりたいことをとことんやる。そうは言ってもお金が重要。少しのお金と少しの愛、流れに身を任せる。幸せな人生、貧乏でもやりたいことをとことんやるかな。ダイエットするなら運動する、食事制限しなくても太ってないし興味がない。食事制限ですかね。CD に握手券をつけて売り上げを伸ばすことについてどう思う。真面目に音楽してる人に失礼、いいアイデアだと思う、興味ない、可愛いは正義。ビジネスとして俺も十分いいアイデアじゃないかなと思いますよ。はい。兄弟姉妹はいましたか。過去形だって俺3人以上いたになるんですけども、あ、ちょっと待ってよ。姉が2人ってことはわかんない、いた、もろ過去形なんだけどすげえ暗いこと言い出したなってなるかもしれないけど、3人以上いたになるのかな、いやわかんねえ、ごめん、ちょっとこれにするわ。はい。何歳までに結婚したい。今マノッチ32歳なんで、40歳以上30代までには、直感に任せたい。直感に任せたいかな。明日世界が終わってしまうとしたら、家族や恋人と過ごす、いつもと変わらない、でかいこと一発やる、怖いから寝る。いつもと変わらないですね。異性の容姿についてどう思いますか。できるだけ整っている方がいい、できるだけエロい方がいい、全く気にしない、性格は容姿に出ると思う。あ、これ4番深いですね深いね。性格は容姿に出ると思う。原付って黒く咲いて運転しても大丈夫だっけ。ダメじゃない。うわすっげえむずい。原付でしょ、ダメでしょ、ダメ。はい。マノッチ体張り系体張り系 YouTuber みたいですね。ちょっと待ってよ、ごめん、これ画面ちゃんと映ってるのかな、ちょっとわかんないですけども、はい、今大丈夫かな、今映ってるかな。はい、ごめんなさいね。投稿頻度45点。少しめんどくさがりのあなたは毎日投稿を続けるとストレスが溜まってしまうでしょう。続けてますよ。子供受け45点。少し大人なあなたは子供からあまり好かれないかもしれません。はい。この前、マイライフかな、おちんちんと言ってやりましたよ人の良さ50点。人のいいあなたは少し気を使えばあまり嫌われることはないでしょう。総合評価 B クラス、中途半端、終わり、バイバイ。